はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけれども、ワンプレイで10回フィーバーしようという、ミッションがあるんですけども、これはねちょっとできるツムとできないツムっていうのが、やっぱりいるので、ちょっと紹介していきたいと思います。まあ、ツムとしては対象はね全部、まあ、どれをツムでもいいんですけども、まず、対象としてはやっぱりねタイムボムが出ないとほぼ無理です。はい、かタイムボムがなくてもフィーバーインするツムですね。まあ、例えば自分がいつも使っている、まあ、D23 スペシャルミッキーですね。これがフィーバーが始まってランダムでツムを消すよっていうところなんですけども、まあ、これがですね、フィーバー中にこれをスキル使っても、フィーバー1回の対象になるのでっていうところですね。はい。で、あとはもう、まあ、こういうツムですね。あとはパレードミッキーとか、まあ、いろいろいますけども、まあ、こういうフィーバーインの、スキルがおすすめです。あとは、EO。はい。タイムボム狙えるやつ。あとは、単純にピグレットなんかはスキルで効果時間が伸びるので、まあ、ピグが一番楽なんじゃないかな。はい。っていう感じがします。はい。スキル発動するときも、まあ別にスキルボタン押さなくていいし、まあフィーバーインするときにはちょっとボムを貯めておかないとすぐ入れないっていうのがあるので、そこだけ注意すれば簡単にクリアできると思います。はい、ということで、まあ今回はおすすめツムを紹介して、そのまま二次チャレンジに行きたいと思います。それで攻略していきたいと思います。で、まあ、いつもライブの最後にね、この D23 使ってるんですけども、真ん中の星座をね、当てていくやつやっていきたいと思います。ついでにね。で、キャラクター当てるのは、基本的には腰の位置でわかります。これだとピートですね。ほい。今、わかります？これシンバ。これ回数、フィーバー中でもスキル発動すれば回数増えてるので、次ぜひ見てください。これで3になる。そうですね。こっちシャネコ。カップル。これね、なんだっけ。アナとあれらしいです。フック船長。アナとクリストフらしいです。どうやら。俺はようわからんから、カップルって呼んでます。これがマッスル。ほら、マッスルでしょ。ヘラクレス。マッスルポーズ取ってるんで、マッスルって思います。これは左足ピン鬼さん。と言いつつ、両方伸びてるんですけど、左足の方が伸びてるかな、ということで。さあ。ピタパーン。さあ、虹を出てくれ。昨日のライブ中ではですね、確か出てなかったと思います。あ、ちなみに今日好評価ライブやりますので、ぜひ遊びに来てください。あ、そら、そう、ぜひ遊びに来てください。今のところ全問正解ですね。まあ、一時停止すれば両サイドも当てられたりするんですけど、基本的に緑、これ、スカ緑以上じゃないときついっす。青はね、ちょっと分かるツムと分からない、分かるキャラクターと分からないキャラクターがいるので、はい、ちょっとね、まあちょっと喋りに夢中で、左足ピンが、これプーさん、ほい、さあ虹は出るのでしょうか。虹もね、ある程度わかるっちゃわかるんですね。これカップルですね。ほい、ハートの女王。おい、カップルが多すぎる剣。ミニさん、まあもうミッションは余裕で終わってますけれども、ピタバーン、やばいな、緑が多いね。
シンバ。ジャファーじゃマレフィセントマレフィセント。ジャファーじゃないマレフィセントマレフィセント。ジャファーとねマレフィセントの区別がね結構難しいんです。ハデス。もう今の自分だったら分かっちゃうけどね。ニジデズということで、まあこんな感じでねフィーバーインができるスキルがまあ一番簡単かなと思います。あとはもうピグレットみたいにまあスキルで時間をプレイ時間を伸ばすか、あとはタイムボム狙っていくかと、まあどのこの3択しかないかなと思いますので、単純に普通にプレイしても10回タイムボムなしで消去系のツムとかで10回フィーバーすることはまず無理かな。はい、ルビーとか使えば可能かなと思いますけど、まあ一応そんな感じでございますので、まあちょっと皆さん頑張ってやってみてください。あとはここでもう全部終わりかな。はい、そんな感じでございます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではバイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日